こんにちは、プロゴルファーの諸藤正嗣です。今回はドライバーでミート率を上げる方法をご紹介したいと思います。まずヘッドスピードがあんまり上がらない方の、例といいますか、ここから切り返しで顔が一緒に行っちゃうと、ヘッドスピードがあんまり上がらない、上げづらいと思います。で、僕の場合はこの切り返しから顔をこっちに右側に行く反動でヘッドを出すように心がけています。で、そのためには絶対に速くならないことと、なるべくボールを見るというより、空から何かに頭を吊るされてるイメージで打つとより効果的で、ミート率も上がって、それによってヘッドスピードも上がるので、飛距離アップにもつながると思います。ちょっと打ってみます。まずは、ヘッドスピードがそんなに上がらない方のショットをちょっとやってみます。最初に言った通り、こういう感じで打つと僕でも、今のは250ぐらいですかね、それぐらいの飛距離になっちゃいます。で、頭を吊るされてるイメージで顔をこっちに右にすることをちょっと心がけて、次のショットをやってみたいと思います。これをやることで、ヘッドスピードが1か2、人それぞれあると思いますが、僕はちょっとやっただけで上がるので、アマチュアの方も絶対に1か2上がると思うので、ぜひ試してください。